物語はコットンの視点でお話が進みます。女王様大変です。異国からも全てのウィローが消えたそうです。やはり最近の異変と何か関係が。あらあら、それは困りましたね。妖精王国最大の危機ですわ。伝説の時が来たのじゃ。世界からウィローが消え去りし時、その者青き衣をまといて妖精の国に降り立つべし、失われし絆ウィローを見つけ出し、最後には恵みのウィローの雨を降り注がせるであろう。真実とは思えません。誰？伝説をバカにしてはならん。青き衣、身に覚えがあるじゃろ。青き衣？まさか。そうじゃ、お前には青き衣をまといし友がおるであろう。あの悪魔のこと？そうですか。ではシルク、ウィローが消えてしまっている謎の解決頼みましたよ。さあ急ぐのじゃ。青き衣をまといし者を見つけ出せ。いやある日のこと、突然世界からはウィローが姿を消していきました。時を同じくして地殻変動、見たことのない魔物たちの訪れ、世界は混沌を極め、明日をも知れぬ身のまま不安な生活を送らされていました。しかしそんなことには全く無関心で、ウィローが大大大好きなコットンという魔法使いがいました。コットン、やっと見つけた。お願い、私に力を貸して。いや、せめて話くらい聞いてくれてもいいでしょ。私たちの仲じゃないの。今まで何度も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 ひっどい目に遭わされてるのよ。もう手伝ってやんない。さいなら。ああ、解決してくれたら最高級の高級ウィローパーラ、ウィパラの一生食べ放題券を。
ムです。スコアアップ、スコアアップ。私でもできた。リザルトです。なんだ、世界中のウイローがなくなるだなんて嘘じゃない。あー、美味しそうなウイローちゃん、2色になってるなんて初めての経験。どこから食べようかな、真ん中、周りから、それとも一緒に。それじゃあいただき。ダメ、何すんのよ。ダメよダメ、絶対にダメ。これが伝説の絆ウィロー、事件解決の手がかりになるはずなのよ。またそうやって騙そうってんじゃないでしょうね。あれ、何、絆ウィローが何かに引っ張られてる？あ、他のウィローちゃんが呼んでるのね。ビッグボーン。私で大丈夫かな。くるくるー、
る。発動します。くるくる。攻撃を開始。目が回る。ティータイムです。スコアアップ。助かった。こんなにうまくできるなんて。
スコアアップ。スコアアップ。スコアアップ。これってまさか。何やってるの？次行くわよ、次。